すべてをリセットする星座とも言われていて、海のような浄化力で大きく破壊と再生が起きるタイミングともされています。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。明日2月19日から魚座の1ヶ月が始まりますね。太陽が魚座入りすることで、ここから1ヶ月は魚座が幸せを運ぶ期間になります。魚座といえば12星座の中でも最後の星座ということで、ここで一旦全てを水に流して次のサイクルに生まれ変わるタイミングでもあります。全てをリセットする星座とも言われていて、海のような浄化力で大きく破壊と再生が起きるタイミングともされています。近頃スピリチュアル界隈では浄化というテーマがすごく流行っていると思うんですけれども、この浄化を促すのも他でもない魚座なんですね。このチャンネルはスピリチュアルが好きな方たくさん見ていただいていると思うんですけれども、実はスピリチュアルって魚座管轄なんです。愛、癒し、浄化、生まれ変わり、夢、こういったスピリチュアルな要素を司るっていうのが魚座なんですね。魚座の波動が強い人は生まれながらのヒーラーで、その人生もまさに癒しと愛がテーマになります。特にこの1ヶ月はヒーリング能力、スピリチュアル能力、カウンセリング能力、そして直感力を上げるにはもってこいの期間になりますね。今日はこの魚座の個性についてと、明日からの1ヶ月の過ごし方、そして今回は魚座キャンドルが完成しましたので、最後に魚座の波動を込めたキャンドルヒーリング動画もお届けしたいと思います。この魚座キャンドルの実物は今日の動画の動画概要欄やコメント欄からお求めいただけます。こちら魚座の1ヶ月間サポートが入る魚座的要素をふんだんに取り入れていますので、ぜひ実物を手に取っていただきたいです。魚座的な要素って何なのかっていうところなんですけれども、これは皆さんも知識として知っておくと面白いんじゃないかなと思いますのでお伝えします。各星座に対応した香りや植物っていうものがあるんですね。で、今回はメリッサ、サンダルウッド、ジャスミン、あとガルバナム、こういったもので魚座の波動を高めていきます。メリッサは高ストレス、ジャスミンは高不安、サンダルウッドはリラックス、そしてガルバナムというのはですね、古来から瞑想を深める効果があるということで、古代エジプト文明においても重宝されていた素材です。スピリチュアル能力が覚醒するキャンドルにしていますので、魚座の波動を取り入れたい方はぜひこのブレンド試してみていただきたいです。ではここからはこれからの1ヶ月についての解説をしていきたいと思います。この1ヶ月のテーマはズバリ感情面の手放しと自分も他人も許すということです。感情に関しては、例えば怒りとか嫉妬とか恐怖とか不安といったように、人生の足を引っ張ってくるようなあらゆる負の感情の手放しを促してくれるという星座でもありますので、ぜひ感情の手放しを進めていただきたいんですけれども、感情の手放しと聞いてこのチャンネルを熱心に見てくださっている方であればどうすればいいかもう知っていると思うんですけれども、一般的にはそれどういうこととかね、どうやって手放すのって疑問に思われる方も多いように思います。感情を手放すメソッドっていうのはいろいろあるんですけれども、僕がお勧めしているのはタッピングですね。こちらのバナーを今回は出していまして、タイトルは幸せなお金の引き寄せになっているんですけれども、中身は感情をとことん手放していく方法の伝授です。なんかいつも不安で思い切った行動が取れないんだよなとか、特定の誰かや何かに対してすごく怒りを感じるパターンを繰り返してしまうですとか、感情的になって人間関係や仕事や恋愛で失敗してしまうことがあるという方は、向こう1ヶ月は魚座にサポートされて感情の浄化を促しやすい流れになりますので、ぜひ今のタイミングでこちらのサンリンサトシ公式 LINE にご登録してみていただいて、感情の手放しをマスターされてください。そしてそのことがもう一つのテーマ、自分も他人も許すことにつながっていきます。結局人を許せないのも自分責めしてしまうのも感情が邪魔するからなんですね。頭ではあの人のことをもう許したいと思っているのに、どうしてもイライラを反芻してしまうですとか、自分自身にオールオッケーを出したいと頭で思っているのに自分自身に怒りをぶつけてしまうという場合、許しはなかなか起こりませんので、ぜひこのタイミングで全ての感情を手放すタッピングを習得していただきたいですね。全ての感情を本当に手放した時、真の意味での許しが訪れます。魚座は他にも慈悲の心、ヒーリング、癒し、純粋、創造、共感力、無私の愛、
イマジネーション、スピリチュアリティ、超越、神秘的、幻想的、こんなテーマを司る星座です。12星座の中で最も愛の人だと言われていまして、海のように広い心の持ち主です。根っからのお人よしで、相手が困っていたり辛い思いをしていることを察すると、自分を犠牲にしてでも相手のために何としてでも助けようとします。そんな風に自分と相手との境界線があまりない魚座は、相手の痛みも自分の痛みと受け止めてしまいますので、エンパス気質の人も多いんじゃないでしょうか。そんな魚座の成功法則は、人のために頑張るということですね。未熟な魚座は自分を犠牲にして人に尽くすということをやってしまうことがあるんですけれども、成熟した魚座は世のため人のためを一番のモチベーションに、自分のことも他者のことも同じように大切にできる人が多いなと感じています。向こう1ヶ月はあなたの太陽星座や月星座が魚座じゃなかったとしても、こうした魚座的な姿勢が宇宙にサポートされますので、ぜひ少し意識して過ごしてみてください。ではここからはいよいよ魚座キャンドルヒーリングを流していきます。僕が最近お勧めしているのが虎鷹瞑想といいまして、実際のキャンドルの火を凝視して瞑想状態に入る瞑想法です。ぜひお部屋を少し暗くしてキャンドルの火を見つめていただいて、ゆったり癒されてください。そしてぜひ実物の魚座キャンドルを手に入れていただいて、魚座の波動を毎日取り入れながら1ヶ月間過ごしてみてください。では魚座キャンドルヒーリング動画お楽しみください。